渚橋口と平野健介の割と本気です。この番組は脚本家渚橋口とナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はいどうも、はい、始まりました。割り本でございますね。第24回でございます。9月になりましたね。9月に入りました。よろしくお願いします、私は、順風男女としてナレーターやっております平野健介です。はい、はい、そして脚本家の渚橋口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、元気よくいきましょう。いきましょう。イエーイ。なんか悪いのか俺なんかですね。ちょっとなんか悪いのかもしれないっていう、ね、もしかしたらね。そうですね。はい。夏休み終わりましてね。8月終わってね。8月終わりましてね。はいはいはい、はい、どっか行きました？8月は。僕なんとですね、うん、初佐渡島に。お、いいじゃない。いや、行って楽しかったですね。いいらしいね、佐渡島。俺ね、佐渡島行ったことないんだよね。もうね、本当にまず、まあ、魚介が美味しい。まあ、間違いない。だから人がね、本当に優しいんですよね。はい、どんぐらい行ってたの？まあ、新潟と佐渡で1日ずつだったんですけど、うんうん、はいはいはい、佐渡がね、うん、佐渡2日間にすればよかったなぐらいちょっと見どころがね。市内ってこと？そうそうそう、まあ、市内はね、別にただの都会だもんね。そうなんですよ。割と都会なんですよ、ね。いやいや、新潟は相当日本海が一の都市。そうなんです、そうなんです。で、佐渡島行ったんですけど、うん、夜能というのをちょっと見に行きまして、夜の能、はいはいはい、っていうのがありまして、まあちょっと一応演劇人の端くれなんで、はいはいはい、お祭りなんですよね、うんうんうん、お祭りの要は神様に奉納するため の、うん、ね、はいはい、の本当にあの地元の方々が受け継いでやってきた能をやるっていうのがあって、いいね、そういうの大好き、はい、っていうのが、うん、7時からだったんですけど、うん、もう真っ暗なところで、うん、もうそこしかお寺のそこしか境内電気ついてなくて、もう周り何にもないんですよ、うん、もっと出店とかあると思ってたんですけど、そういう雰囲気じゃない、そういう雰囲気じゃない、もっと厳かにやるんだよね。真っ暗の中に提灯が1個置いてあって、野能の会みたいなの置いてあってそれはあの土地の人がやるってことでしょ。そうです、そうです、あの農薬者さんとかじゃなくて、そうです、そうです、その土地の人がやってる、あるある。でもね、はい、その俺宮崎のね高千穂っていうところではね、はいはい、夜神楽っていうのがあって、同じようなもの、あの日本神話をあのその地元の人たちがあの岡倉として、まあ、能みたいなことなんだけど、待ったりするのとかあって、まあ、でも多分それに似てるんだう、うん、そうなんですよ、すごくね。でも割とあの100人ぐらいね、来ていて、その空席はなかったですね。結構外人さんとかもたくさんなんか見に来て、はいはいはい、もの珍しい感じ。ただあの本当に、ま、後ろが本当に山なんで、うんうんうん、で電気がそこしかついてないんで、うん、まあ虫がそうでしょうね。もうどでかい、すげえ喜んでたんじゃないですか。僕虫取りに行ったわけじゃない。そう農見に行ったんですけど、多分ねカブトムシみたいなやつが、まあいるでしょう。佐渡だったら飛んできてしまって、その農やってるところにボタンと落ちちゃって、そこから動かなくなってしまって、みんなそれをあれどうすんだろうって感じで、ね、それをうまいこと農に取り入れてくれたんですね。そうですよね。なんかちょっと面白い感じで取ればいいんですけど、そういう感じじゃないんですよ。そういう感じじゃないよ。神事だからね。神事だから。厳かにやってる。茶化すことじゃないから、ね。もしかしたら神様の使いかもしれないからね。そうかもしれない。そうそうそう。でもちょっとねクスクスしちゃってた。あ、でもちゃんと旅行したね、それはね。そうですね。楽しかったですね。いや、いいな。佐渡行ってみたいんだよな。よかった。ぜひね、行ってみてください、佐渡。はい、はい、夏、楽しい夏も終わってしまいまして、終わっちゃったけど、はいはいはい、9月に入りましてですね、はいはい、割と本気ですは続いていくわけなんですけれども、はいはい、ここで今日のゲストをご紹介させて、はい、今回もね、はい、素敵なゲストがお二方、はい、いらしてくださってます。お二方は今日いらっしゃってますね。そうですよ、はい、それではまずこの方をご紹介します。はい、梨尾なるさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。梨尾、梨尾さん、梨尾なるって読むんですよ。あの成立のせいでなるっていう。梨尾なるです。梨尾なるさん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、そして、菅野陸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。陸ちゃん、はい、陸ちゃん、よろしくお願いします。順風ではね、すっかりおなじみでございますね。そうそう、もうだからね、はいはい、陸ちゃんはそう、順風のもうレギュラー、はいはい、そうですね。あと梨尾はね、電動夏子パンチシステムっていう劇団の女優さんでして、そうです、そうですね。あの私はね、結構もう古い、はい、
方なんですよね、うん、そうなんです、はい、出ていただいたこともあるし、そう、年夏出たこともあるし、ナギプロにナシオも何回も出てくれる、はい、そうなんですよ、うん、また出会いはまた違う団体でありながら別の団体でこうつながり続けてますよ ね、あ、そうだからよそでさ、お互い客演したこともあるもんね、そうなんですよ、あ、そうなんです、割と一緒になりがちなんですね、そうですね、同じカテゴリーなんじゃない、同じカテゴリーなんですかね、はい、多分ね、リクさんはもう親父ギャルも出ていただきましたね、そうですね、ありがとうございます、僕の脚本で、あの、はい、ゴスロリの格好をさせるという、ね、はいはい、いろいろやらせていただきます、ありがとうございます、頑張ってます、はい、はい、はい、リクさんは結構ダウナーな感じでね、この癖になる感じで普段はね、いいですよ、はい、いい感じですね、すいません、ローな感じですけど、元気です。はい、じゃあよかったです。僕も基本ローなんでね。ローチームで、ローチームで、ローとハイチーム。よし頑張っていこう。よし。ラジオも疲れる方。ラジオもそんなキャラじゃないんだけど。そうですね。割と冷静な方ですね。どっちかっていうと。あ、そう、だからりくちゃんとナシオは実質今日初めましてなのかな、うん、はい、そうですね、私はまあ見たことはあるけれども、ナシオさんは私のことは知らない、知らない、そんな言い方ではない、絶対に見たことはない、まあ、そうですね、拝見したことはないですけど、はい、おそらくこれから見ることになるだろうなっていう予感はしてる、それはそうでしょう、はい、見たいから、はい、うん、ありがとうございます、はい、ということでね、はい、まあ、りくちゃん、うん、梨を来てもらって、はい、ありがとうございます、実は、うん、まあ、平野くん含めて、はい、うん、まあ、このメンバーにはですね、はい、実はある共通点がございまして、え、何何何何だ何だえ、下手だな、一応女優さんでしょ、そうそうそう、いや、可愛らしく思ってしまいます ね、 そうですね、はい、共通点、共通点あるんですよ、はい、そういうテーマでね、僕が、うん、声をかけさせていただきました、はい、僕じゃなくてね、あの、うん、平野くん、りくちゃん、なしおさん、うん、この3人の共通点がございまして、じゃあ平野くん、はい、ご出身は福島県です、はい、はい、りくちゃんご出身は福島県です、お、そしてなしおご出身はこれ一回嘘ついた方がいい、サクッといくとこだよ、福島県です、はいはいはい、ということで、はいはいはい、今回はですね、はい、この福島出身のお三方にですね、はいはいはい、福島の魅力をいろいろ語ってもらおうじゃないかと、やったということで、というのも、はいはい、というのも、あの、僕は東京生まれ、うん、東京育ち、うん、スーパー都会人なんですけど、うん、あれなんかちょっと、みんなと違ってスーパー都会人なんですけど、いや、でもね、これなんか知んないけど、はい、俺ね、福島県出身の知り合いがやたら多いと思ってるの、うん、他の県より多いなって思っているのと、うん、あと、もともとね、葛飾区、東京の葛飾区ってところに住んでたんだけど、そこだとね、昔は必ず 中学2年の時に、うん、安達太林間学校っていうのがあって、なるほど、日本松市っていうところにある、はい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 、安達太良山っていうのかな、はいはいはい、そこにね、はいはいはい、行くっていう行事があって、うんうんうん、まあそのせいなのか何なのか分かんないけど、やったらね、うん、福島はなんか親近感が、うん、もう結構ちっちゃい頃からあったんだよね、そうなんですか、そうそうそう、それはあると思います。私も上京してきて、はいはいはい、大学で出会う人、うん、やっぱり地方の人が多いにもかかわらず、うん、福島の人多くないですか、単純にやっぱ多いんだ、多いと思います、上京してる人が多いんだ、うんうん、一番東京に近い東北なんです、ね、確かにね、そうなんだね、まあ、出やすいんですよね、うん、新幹線で、まあ、福島だからそうかもしれないですけどね、うん、確かにね、そうなんですよね、はい、埼玉ですとか千葉ですとかっていうよりも多かったりしません、そうそうそう、あ、そうですか、うん、あ、そうなんです、僕もなんか僕だけかと思ってた、この感じ実際多いと思います、あ、そうなんだ、あと多分ね、埼玉です千葉ですの人はわざわざ埼玉です千葉ですって言わないんだよね、はいはい、あ、多分だからそこそこ人数は絶対いると思うけど、そんなにクローズアップされないからね、別に、うんうんうん、埼玉出身ですってことをさ、はい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 、多分方言とかも出ないから、私たちは多分どこって言われやすい、おー、うん、そうか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 、あ、そうかそうか、うん、そうですね、舞台とかやってるといわゆる、うん、そうかそうか、読むわけじゃないですか、セリフを、そうなると突然何の自覚もないのに、なまってるって言われることありません？それありますよね、3人とも、いや、上京してくるまで自分は標準語を喋ってると思ってました、うん、あららら、ら、あ、そう、あ、っていうか、いや、でも別にな、今なまってるって思わないけどね、そうなんですよね、普通に話してると、え、
そんな東北なのって本当に驚かれるんですけど、うんうん、なんか本当何の意識もしてないところで、やっぱ地元に帰るととか、そのお父さんお母さんと喋るととかってやっぱ出ちゃうもんなの。出ちゃうものですね。梨乃さん、ご両親がもう福島出身の方なんですか。そうですね。リフさんも。そうです。ああ、そうなんですか。違いますもんね。そう、うちね、ちょっと違うんです。あ、そっか。両親が、母京都、父埼玉なんで。あ、そうなんだ。そうなんですよ。たまたま福島なんですよ。あだから、ね、僕は実家ではその訛ってるのを実は聞いて育っていないという、ちょっとまたちょっと違う状況ではあるんですけど。若干はんなりしちゃう感じなんだね。そうですね、京都の若干はんなりしてしまう。そうかな、ハイブリッド。あんまり思えたことない。ごちゃごちゃです。いや、ちょっとね、だから、はいはいはい、せっかくなんでね、福島の基本情報を僕ね、お勉強してきましたよ。あ、すごい。いや、俺ね、はいはい、いや、もちろんね、その親近感あるとはいえ、はいはい、この改めてちゃんと調べたことなんかもちろんないから、ね。地元の人なんてやらないですよね、そんなことね。あ、そうでしょ。調べてみて、結構俺、はいはい、びっくりしたこともいくつかあって、はい、まず、はい、はい、宮城県に次ぐ2番目の人口なんだね、福島県。ね、うん、そうなんですよね。面積は、うん、北海道、岩手に次いで全国3位。そう、そうだね。結構でかいんだよね。本州2番目で。ね、あ、そう、本州2番目ってことなんだ、はい。で、うん、あとね、思ったのは、うんうん、どれだっけ、あ、これ後で言うわ。はいはい、そんで、うん、あとね、これ俺はね、うん、結構知ってんだけど、うんうんうん、これもしかしたら知らない人もいるかもしれないから、うんうんうん、もう結構な基本情報として、はいはいはい、福島県って、うん、一口に言っても、うん、3つの地方に分かれてるんですね。そうですね、はいはいはい、はい、あ、じゃあちょっとご説明いただいていいですか、リクちゃんの方から、ね、はい、あ、はい、福島は浜通り、はい、中通り、はい、会津で分かれてまして、はい、これは他の県と比べるとちょっと特徴的というか、うんうん、珍しくて、普通近いところで分かれるんですけど、うん、福島はなぜかこう縦割りっていう、なんか山脈とかそういうののあれなのかな。あ、でもそうです、山脈がここにちょうどこう走ってるので、うん、はいはい、だから何つうの、縦割りというか 南北に線が引かれてるって感じだよね。はい、普通さ、だってどこでも例えば長野とかだと北進と南進って言ったりするの、うん、北と南とか、うんうん、はい、あと、それこそ新潟だったら上中下越って言って、あ、はい、まあ、京都に近い方が上越みたいな、その上下でね分けたりっていうところは多分そういう県は多いと思う。だからこのさ、独特の浜通り、中通り、会津って、まあ、会津はまあ地名なのは分かるけど、ちょっと分け方としてネーミングも独特だもんね。そうですね。そうですね。僕中通りですけど、うん、浜通りは浜じゃないですか、はい、会津エリアは会津じゃないですか、うん、はい、だから中通りなんか何にもなくないですから、ね、まあその中なんですよ。そう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 、位置の話しかしない。だからこの中だと、はい、陸ちゃんと、平野くんは中通り、福島市は中通りなんです ね、一番北なんですね、福島県の中で。はいはい、そう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 、で那須雄が浜通りですね。はい、そうなんですね。これなんで縦割りなのかっていうのをざっくり勉強したんですけど、マジっすか、すごい、すげえなみんな。まさしく山割りなんですよね、はいはいはい、今も道路とか電車とか横に行くの難しかったりするじゃないですか、うんうん、横のその縦の道路、縦の線路っていうのが多くって、それこそ電車も車もなかった時代は山越えるなんて大変だったわけですよね、うん、つまり今よりも横行きがすごく難しい。なるほど。だからパックリ3つの国にそもそも分かれてたらしくて、 それが1つになって福島村だか福島町だかっていうのを元に福島県にしたっていう、そうそう書いてあった。そうなんですか。そもそも3つに分かれていた、うん、それが今名残で浜川の浜通り、はいはいはい、会津地方の会津、はい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 、その真ん中の中通りっていうふうに呼び方が変わっただけで、なるほどね、元々はその3県だったよっていう話らしいです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。俺だから実は浜通りが割と好きで、はいはいはい、ね、相馬の間追いっていうお祭り、はいはい、この間ありましたね。そう、すごい俺が好きで、はい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 、もう3度4度行ってるんだけど、うんうん、だからさ、あ、福島って聞いてさ、福島出身って聞いてさ、うん、あ、俺の間追い大好きなんだよって言うとさ、うんうん、意外とさ、中通りの人とかって行ったことないとかさ、ポカンとされる、ポカンとするらしいよね、なんかね、うん、
だからちょっと文化とかも違うんだよね、その3つのエリアでね。でね、私行こうと思えば自転車で行けるところに住んでますけど、うん、1回も行ったことないんですよ。それだとちょっと今話したいことのテーマと変わってきた。地元の人も行かないって話はそういうもんですよね。まあまあそうだね、東京の人が東京ドームに行かないように、東京タワーに行かないように、私は野馬追には行ったことないですっていう。いやだから結構、じゃあもうさらにね、ちょっとまた次回とかも話していきますけど、結構この3つのエリアで性格も違うみたいなこともちょっと話していきたいなと思いますので、はい、じゃあちょっと今回はね、お手触りな感じで、今月はこのね、ラショナルさんと神野陸さんにお越しいただいて、いろいろお話伺っていこうかなと思います。はい、それでは告知タイムということで、ラショさんお願いします。はい、9月18日水曜日から9月23日月曜日まで、アトリエファンファーレ東神田アトリエファンファーレ東池袋というところで公演をしております。はい、電動夏子アンチシステムの第41回公演になります。すごいね、41回。そうなんですよ、しかも20周年という記念の年でもあって、はい、私がやる役も今までにない役をやっていて、ちょっと困ってます。いや、違うな、頑張ってます。頑張ってますね。はいはいはい、なのでぜひ見に来てください。タイトル言ってこい、ね、タイトルは、ベンジャミンの教室です。あら、あら、なんだ、そうなんですよ。いや、楽しいですね。タコを上げて雷の研究とかするのかな。そうかもしれない。じゃあ次回ちょっと言っちゃおうかな。言われしちゃおうかな。言っちゃ、ちょっとずつ出してこう。そうですね。今はタイトルに収めました。はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは、私から行かせていただきます。なんと順風男女ですね。今電動夏子安心システムさんが20周年イヤーということを聞いてちょっとしたんですけど、我々もう10周年ということですね。小さい、弱い、まだまだなんですけど、本当にすいません、順番が違ったよ今。すいませんね、本当に10周年なんですけど、ちょっと祝わせていただきましてですね、ファンイベントっていうのをちょっとやらせていただいております。生意気にね、はい、11月23日ですね、ロフトプラスワンで、ちょっと時間はまだ未定なんですけど、まあ19時ぐらいなんじゃないかと、まあ、これ後でまた詳しくは、オフィシャルの方から、ご連絡いたします。はい、順風感謝祭ということで、ファンイベントで、やります。はい、コントもあります。コントもやる。コントもってことは、コントじゃないこともやる。そうなんです。台本がないと喋れないで有名な順風がちょっとフリートークみたいなことを、ね、したりします。ロフトワンってことはだって歌える環境なんじゃないですか。はいはい、そうなんですよ。そうなんですよ。ぜひぜひね、順風のツイッターなどを見ていただいて、はい、ちょっとお願いします。それでは今月はラシオさんと神野さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、来週も聞いてください。ありがとうございました。また来週。また来週。なぎさわしぶちと平野健介の割と本気です。毎週土曜日、小説投稿サイト小説家になろうにて、なぎさわしぶちの連載小説が投稿されます。ぜひそちらもチェックしてみてください。